はい、どうもないです。今日は、スーパージャッジの高さを変えることができるという小ネタを、ちょっと紹介したいと思います。ちょっと既存で知ってる人もいるかもしれないんですけど、スーパージャッジを普通に吐くと、こんくらいですね。こんくらいで、かられやすい高さっていうのが多分あると思うんですよ。スーパージャッジって今多分、かろうと思えば誰でもかれるような、誰でもかれるかな？わかんない。A 体の人とか、B 体の人とかわかんないんだけど、まあ、誰でも枯れると思ってます。願ってます。で、この高さを変える、ちょっとでも変えたいときは、ジャンプしてからスーパーチャッチすると、この高さ今越しました。まあ、ちょっと一人でやるから分かりづらいんですけど、まあ、こうすることで高さを変えることができます。なのでちょっと刈りづらくなっちゃうのかな？他の着地よりは刈られづらいかなと思います。あ、ブラスターが2人、しかも射程が長いブラスターいる味方に。これなんか結構やられそうだけど。まあいいや。おお、やった。ほい。ほい。もう一人どこよ。そこか。いやー、ごめんなさい。あー、ナイス。結構今さ勘違いかもしれないけど、俺のポイズンで結構ダメージ受けたっていうか、なんか焦ってたよね、俺のポイズンで。うわ、直撃来た。やだ。いやー、なんか下から来たんですけど。いや、今下来てなければいけたのに。くそ。あ、終わる。終われ。もう終わるじゃん、ほぼ。着地溜めていこう。あ、終わる。終わる。ほい、飛ぶ。うるー。あ、これ飛ぶ必要ない。これ乗ってる？誰か。乗ってんじゃん。おい、もう乗ってないか。持っていこう。今度俺が持っていこう。終わればよかったものの。おい、こっからの着地。かっこいい。これが着地ですね。ああ、ちょっとどやってたらやられたわ。ナイス。終わる。終わったー。いや、やっぱ着地で決められるの嬉しいな。なんだかんだ着地強いわ。まあでも普通に使ったらやられるけど。お疲れ様でした。もう、